今回は、フレキシブルに動く前髪のデザインのショートボブに対してブルージュを用いたカラーでデザインしていきます。今回のポイントとしてはやはり今出ているオレンジ味をできるだけ飛ばしてあげて、まず1センチ浮かした状態で新生毛の明るくなりにくい部分を先に明るくしていきます。レングスが長くなってくればくるほど毛先のブリーチの状態が残ってきますので、その際は丁寧にスリータッチに塗り分けていきます。この部分ですね、少し中間部分にオーバーラップ、塗布蒸れがないように毛先のメラニン色素がなくなっていた部分にもしっかり深みが出て、丁寧なプロセスが一番色持ちの良さにつながってくると思いますので、毛髪を見極めて薬剤設定をやっていただけるといいのかなと思います。